さん、よろしくお願いします。はい、オーライトキオ、オーライトキオ、トキオじゃないけど、オーライアバクタルシティ。あれ、よし、それではまあまあイカスバンド やってみるぜ。だからゴンワンワンゴンワンゴって言ってるから頼むよ。多分か返し帰りがちょっとでかいのかも。そう、はい、帰りの多分みんな声がうるさいんで、ちゃんちゃん帰りが少し煽りそう。はしししじゃあやりながら行きましょう。はい、じゃあクソったれ世の中の歌をいろんな人がいっぱい勝手に決めてます。5人で決めちゃおう。メンバー紹介します。一郎です。一郎のことは嫌いになってもママママのことは嫌いにならないでください。イエーイ。何が起きたの今。何でも気にしないでください。さあさあ行きます、先行きます。へいへいへい。まあ、さっきのオレトキオの意味は何があったんだろう。はへい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 。はいはいはい、はい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 、しよし、はい、今度こそ行きます。はい、おわJapan.
りです。難しいか、これはどういうことを歌うか難しいか。ちょっと歌返してからもう少しください。へいへいはは。そうね、ちょっと喋ってもらったら下がりすぎちゃった。小さくなりすぎたかも、うん、もうちょっと聞こえたんかな。歌全般では社会派、はい、社会派プログレパンクポップロックスバンドになりました。マンマンバンドは幸せ歌ばっかりずっと歌ってきたんだけど、それは若者に任せます。これから昭和の親父としては物申す物申す。これからはでアルバム作ろうと思ったんだけど、4曲ぐらいの文句ばっかり言う。あ、いいですよ。あ、いいですか、うん、どういうニーズがあるか分かんないけど黙ってついてこう。じゃあそれは、はい、歴代首相で素晴らしい戦略でアベノミクスというのがあったんですけども、あのそれを称える歌を作り出します。大丈夫かお前、ちょだいぶ飲んでんの。大丈夫かお前、だいぶ飲んでんの。お祭りだから。それでは偉大なる首相に捧げます。はい、どさくさ数え歌だから、こうやったら1つとか2とか3とか4とか5番までやってね。はい、どさくさ数え歌。ワン、あら、いいよ、どうぞ。
さこのトマトサクサこのトマトの最高だぜ。いい、今反省会やるなよ。一番思った嫌いになってもマンババンドのことは嫌いにならないでください。はい、あのもう文化会館の近くに彦兵衛っていう飲み屋がありまして、そこで家か家か彦兵衛知ってるか彦兵衛で、あのはらんだ猫ちゃんがいまして、飲んだ勢いで俺もらうって言ったら、よしオッケーっつってもらいに行ったら、名前どうしようかなと思ったら、彦兵衛のママさんが名前つけてました。もうすでにゴンちゃんでした。そんな似た家でこうゴンっていう歌です。ヒコベのママ元気かな、あれ聞いてる、ヒコベのママ元気、まあいいや、じゃあ行きます、歌います。ブラインドに頭を割り入れ、なんとか外を見ようとしてる、外の風も受けようにも、硬いガラスが鼻に当たるだけ、母親の中にいる時に俺に会わなきゃ今頃は立派な野良猫
そんなに高くない屋根の上から、そんなに高くない屋根の上から、そんなに高くない屋根の上から、閉ざされた部屋で何も持ってない、マーキーマーブリッシュバンドはですね、今から30年前にこの千葉県の野田市を中心に結成しまして、30年もこんなことやってるとはまさか思わなかったけどやってるね、すごいですね。でですね、30周年ライブを先日やりまして、で31周年ライブに向けての準備中なんですけども、来週の、何時だっけ、8月7日水曜日かなにですね、それこそ30年前、結成した1年前に一度だけ出たことのある、目黒のライブステーションというライブハウスからお誘いがかかりましてですね、水曜日ちょっとやってみようという話になったので、まあ、東京ね、何かご縁がある方はぜひ夜7時過ぎとかかな、出番なので、と目黒で30年ぶりにやるまあまあバンドをたら嬉しいなと思います。終わった後でおじさんたちが物欲しげにこの辺を歩き回っていると思いますので、声をかけてくれたら嬉しいと思います。それじゃあ、そう、その日はね、アコースティック企画なので、僕とチャオと、自己受託3人でやります。アコースティックだっつってもね、エレキギター出してきたね。大丈夫、ちゃんと音出るそれ。初めて見、本番で初めて違うギター持ってきたね。あんたリハでギターなんか弾いてなかったでしょ、大体。そうね、毎回かなんか、パッパーってなんかクラクションの音かと思いましたけど、じゃあいい感じで弾いてください。この曲ハーモニカ吹くって言ってなかったっけ。そうだね、ハーモニカでね、やるって言ったらどうなったんですかね。すべて打ち合わせの通りにやる試しがない。それじゃあ30年前に作ったこの歌聴いてください。毎年この夏の野田の祭りがとっても暑いので、早く秋にならないかなと思いながら歌ってます。赤トンボを追いかけて、威張り出した高層ビルの林を横目に走る、俺にしか今は見えない赤トンボ追いかける15の時、
赤とんぼ追いかけでした。追いかけてでした。ありがとうございます。涼しくなったな。飽きらない。なんか飽きな感じであった。よし。サクサクっていこう。無駄話はするなか。最後の曲です。はい。スマホマンダ。ね。はい。それと、来週の8月、7日。7日。嫌な日に。目黒にたまたま嫌な日って言うじゃないよ。花の日とかそういう風にしてる。花ってそうだよ、もっといい風に。目黒でたまたまサンマ食ってたら食いながら、あ、サザエさんですよね。あの集まって来てください。お願いします。ダメだこの人。マンバ番号目黒ライブステーションです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来年は、2月の何の日、2月何時、2月11日すごい先の話だ。すごい先の話だ。めちゃくちゃ寒い時期の話だけど。それもあります。2月手帳に書いてください。それはマーマーバンド、はい、南三陸市を東北で作った僕の歌です、はい。自衛隊が忘れていった三線で元気にやってるあの子たちも、あの元気に今はあちこちに飛び回って、あの大人やってます。かなこ元気かい、今どこにいるんだってな。まあいいか、わかんないか、うちは話した。はい、それではその南三陸市で歌った、作った僕の歌、太陽も叶わない、聞いてください。早いな俺な、早く。はい、ちょっと待って、譜面が飛んだ、譜面が飛んだ。風が吹いて、いらないの、いらないから。あんた譜面なんか読めないでしょ。読めないから、字も読めないから。はい、こう。太陽も叶わない。Okay.
めた時に世界中に響く1000円のこれ入ってるんです。よろしく。そこに行く、行くから。ありがとうございました。あ、メンバーも紹介したかったけどね。いや、CD で紹介したからいいよ。もう終わりたかったから。いや、晴れの日行こう。じゃあ次のバンドは晴れの日楽団。なんかダブってる人もいますが、あの今三線弾いてくれた彼は本物の三線弾きです。沖縄の人です。 from 沖縄です。もうなんとなくみんないろんな人が野田の祭りになるといっぱい重なってやってるんで、もうみんなで一つのバンド作ればいいんじゃないかと最近思ってます。セッティングも楽なんで、もうみんなお笑いも入ってもいいし、もうみんなオーケストラみたいな、お笑い入りオーケストラみたいにやればいいかなと思ってるんで、春の日を見に見てやってください。よろしく。お疲れ。